おはようございます。おはようございます。おはようございます。バグズクッキング今日も始まりました。はい、はい、今回も料理ではなくちょっと企画的な感じになります。はい、今回はですね、日頃お世話になっているバグズファームさん、はい、お二人ももちろんご存知ですよね。大変お世話になっております。はい、で、バグズファームさんの給食商品を通販サイトで販売されてるんですが、はい、お二人はこれご利用されたこととかありますか？あ、ありますよ。はい、ありますか？はい、そうですね、かなりの品数、そうですね、豊富で、はい、でもちろんその昆虫そのものから加工品までいろんなものを扱ってるんですが、はい、このバグズファームさんの売上トップ10をお二人に当ててもらいます。おお、また難しそうな。2022年の5月から7月の売上ベスト11、これの1位から10位までをお二人に当てていただこうという企画になっております。うん、はい、でもこれ先生難しいですよ。だって値段が全然違うんですよ。そうなんです。だから売上ランキングだから単価の低いものでも売れた数は何かよりも大きくても、はい、単価低いから売上的には低いかもしれないです。難しい。そうなんです。金額ですもんね。金額ですね。売上高なので、はい、高い方がまあ有利は有利。でも高すぎるとそうですね、あんまり一般の方はなかなか手にしづらい。ただ難しいところでその卸業者さんなんかも利用されるそうです。そうだ、バグズはそうなんだ。ではじゃんけんお二人でしていただいて、さあ、よーぐ、じゃんけんぽい。勝った。勝った内山先生、先攻後攻どちらになさいますか？先攻でいきます。先攻でいきます。ということで、内山先生から一品ずつ答えていただいて、はい、11位を当ててしまったら罰ゲームになります。頑張ってください。では、内山先生、はい、何を選びますか？初っ端から11位にならないと思うんだけど、はい、この冷凍のね、はい、オオスズメバチのサナギ。冷凍オオスズメバチのサナギ。サナギ、はい、こちらは、第9位です。おー、うわー、結構危ない。ギリギリ結構危なかったですね。9位でした。ちょっと動いてないんだこれ、はい、でごめんなさい、こちらはちょっと冷凍なので本日ご用意がないんですが、用意してあるものもあるのでそれが正解だった場合にはお二人にお出しします。あ、やった、はい、嘘、じゃあ食べたいの選ぼう。ではさくらちゃん、一品お選びください。これじゃない？バッタミックス4種 15g。 バッタミックス4種 15g は第2位です。やー、勝ったー、よかったー。すごい、さっきのオオスズメバチが3000円、ではバッタミックス1000円、うん、こっちが2位なんだ。バッタミックスです。ぜひ召し上がって大丈夫です。いいですか？ご覧ください。ではちょっと時間もあれなので内山先生、はい、次さくらちゃんに食べてもらいながら行っちゃいましょうか。どうぞ。ね、これです。うわ、美味しそう。なんか気になりますね。気になりますね。気になりますね。はい、これいきます。あの、はい、ジャングルトライアルミックスの2。ジャングルトライアルミックスの2、はい、こちら第10位です。うわ、危ない。先生行くのね。なんか私食べたいものなんでこんなに出ないんだろう。先生、9位と10位ですから。こちらどうぞ。ジャングルトライアルミックスです。これいろいろ入ってると美味しそうじゃん。そうなんです、いろいろ入ってるんですけど、うん、こちらはまあ10位ということで。なんで？あのちょっとチャレンジ、そうチャレンジングするにはちょっとハードル高いじゃないですか、うん、やっぱり中身が。そうか、結構強そうな虫が多いですもんね。確かに。ではさくらちゃん、続いての商品、うん、お願いします。難しいな。タガメサイダー。タガメサイダー、これはめちゃくちゃ人気なのを覚えてます。タガメサイダーは第4位です。おお、そうね、これは売れてる。おめでとうございます。さすがタガメサイダー、これはめちゃくちゃ売れてますよね。わー、さくらちゃんにはタガメサイダー。やったー、嬉しい。大好きタガメサイダー、ありがとうございます。これ美味しいんだよな、本当に。うん、美味しい。長めのいい香りがします。洋菓子のようなね、うん、大きな香り。じゃあ、山先生、はい、そろそろ減ってきましたね。減ってきたんで、はい、ミックスバグズ5種。ミックスバグズ5種、はい、こちらは
第1位です。おお、おめでとうございます。これ1位がですね、売れすぎてごめんなさい、商品がないということで。めっちゃ売れてる。そうなんです、すいません、今手元になかったのでこちらありません、ごめんなさい。正解してまだ3つ正解したらなってくるなんていう、こういうコーナー。じゃあ桜ちゃん、次。難しいな、ちょっと難しいけど、これいきましょう。高温で乾燥させたサクサクコオロギを美味しいチョコレートでコーティングしました。高温で乾燥させたサクサクコオロギを美味しいチョコでコーティングしましたは第5位です。よかった、素晴らしい。これか、素晴らしいですね。加工系どっちかなって思ったんですけど、これ5位ですね。お値段安めですしね。安いけど安すぎない。ありがとうございます。これはあの一般の方も手に取りやすい商品ですよね。確かにこれはね、美味しいんですよ、私も好き。あ、そうなんですね、はい、美味しいですね。さあ、残り5品なんですね。美味しいと思いました、うん、残り5品になってきました。これいくか、いいですか。はい、どうぞ、うん、はい、このサナギ幼虫ミックス4種。うわ、取られた。サナギ幼虫ミックス4種、はい、こちらは第8位です。うん、こちらはこれをやります。どうぞ。本当収集がいきますね。すごい、さすがですね。でもあと4品。うわ、難しい。難しいね、うん、はい。未来コオロギスナック2。未来コオロギスナック2、これ怪しいじゃん。こちらはちょっと怖いけど第7位です。うわ、よかった。素晴らしい。ちょっと甘いの食べたから、しょっぱいの食べたいなって思って選びました。大正解でしたね、第7位。残ってるのが3位、6位、11位ですね。危ないですね。これパーフェクトありますね、マジで。難しいな、ここちょっと難しいね。じゃあね、はい、ちょっとチャレンジしましょう、ここに。これで、あのヨーロッパイエコオロギのパウダー、ヨーロッパイエコオロギパウダー1kg。こちらは第6位です。すごい、すごいな。これ業者買っていくと思うね。そうなんですね、一度おそらく業者卸系の方が出たのかもしれませんが、 1kg なかなか個人で使うの大変ですもんね、うん、さあ、あと2品難しいになりましたね。ゴブゴブだね。あと何位と何位が残ってるんですか。あと3位と11位です。すごい、これ最初もういきなり11位当てたらジャックどうしようって言ってたんですけど、さすがですよ、よくここまでたどり着いたね。当てに当てないですよ、ね、これだからさくらちゃんはここで11位当てるのがバラエティタレントですね。そうですね、ぜひ持ってる人は。いやいや、絶対だ、絶対だ。これ11位の方、私がもしこれ当てて次先生の番で11位だと先生クエンさんなんですよ。まあ、どうしましょう。でもあれだもんね、これでも。いやいや、でも私が当てたとしたらやっぱり桜ちゃんで決まっちゃうじゃん。いや、私が当てたら先生が罰ゲームってことで。なんだよ、先生飲んでないですからね。私だって当ててない。あ、桜ちゃんの立っての両方で。そうなんです、うちの先生外してないから。外してないから飲んでもいい気はするんですけど、飲むあれは権利はない。ダメですねえ。待って、マジやってに行きますね、これ。はい、ぜひ。どうぞ。傾向を見て。はい。はい。危ねえな、これ。冷凍オオスズメバチ、成虫 100g。 冷凍オオスズメバチ、幼虫 100g。 こちらは第達成。すごい。さすがですね。すごくないですかこれ。すごい、いや、これすごい、ちょっと想定外でしたね。すごいね、こうなると思わなかったし、うん、ね。お二人にやっぱクエン酸飲んで欲しかったんですけど、いや残念ながら僕も飲みたかった。いやいや、僕飲むんですよ、僕。いやいや、飲む権利がないですよ。でもそこに一応あるから。用意はしてある。ちょっと一応飲んでみませんか。ちょっとだけ味見しますか。先生もすごいだったんですけど、
まあでも本当にすごいですね。ということで11位が昆虫サワー高め息水入りということで、これまあアルコールなのでやっぱり買える人が限られてるっていうのがあるかもしれないですね。あ、なるほど、うん、でもまあ11位ですから人気商品は人気商品、うん、ね、そうなんです、はい、そうなんです、まあ、まあせっかくなのでじゃあ桜ちゃんのたっての希望で一口座ってなきゃいけない座って眺めてます。透明だからなんかグッてきそうな感じしますね。そう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 、 水みたいな気持ちなんで、うん、水の感覚でクッと飲んでみる。あー結構スパだった、キュッキュッつってちょっと聞いたことない声出ましたね、千葉先生。ねえ、2年で初めて。あ、そうですか。よくあんなに飲んだね。本当ですよ、めっちゃ酸っぱかったですよ。ですよね。想像するだけでも唾液が。酸っぱいの好みですか。好みですけど、やりすぎですってこれ。ということで、今回はバグズファームさんの売上トップ11を見てきましたが、今人気の理由もわかりますよね、うん、ミックスになってたりとか、うん、使いやすいものだったり、初心者でも食べやすいものが多かったですね。そうですね、あとはやっぱ業者の人が買っていくものとかは、そうですね、ここにはちょっと難しいですけど、うん、まあ、お二人になると多分それこそオオスズメバチのサナギとかその辺が欲しいのかなっていう気がしますね。はい、ということで、まあぜひ買ってみたいなという方はこのランキングを参考にしてみてはいかがでしょうかという。オオスズメバチの成虫冷凍も結構売れてるんですね。そうなんです、これが大好きなんですね。成虫の方が売れてるんですね。これ意外ですよね、結構成虫の方がこれどういう風に使ってるんですかね。どういう風に使ってるんですかね。お店の人がやっぱりなんか盛り付けとかそういうの使うんですよ。あ、結構あの酒屋さんとか。なるほど、ね、使いますもんね。確かに確かに確かに、確かに。いや、面白い、勉強になりましたね。はい、勉強になりました。好成績でしたね、これ良かったですね、うん、これ素晴らしいです、本当に拍手。やっぱり2年間の成果が出てます。2年間成果、番組愛やっぱり試したのが良かったのか、番組愛差し寄りしてる我々ね。すごい戻ってきたかもしれないです、番組愛が。はい、お願いします。ということで、締めコメントをよろしくお願いします。はい、コメント、グッドボタン待ってます。ツイッターもフォローしてね。はい、チャンネル登録待ってます。